どうも、クイチェジュンでーす。今日はですね、分身ドッグ。改めまして、どうも、クイチェジュンでーす。はい。もう大丈夫そうですね。今日は分身動画のチュートリアルをやろうと思います。でいきます。はい。まあ、こんな感じで、まあ、2つの動画をただ重ねてるだけなんですね。で、まあ、この調整レイヤーっていうのはちょっとあの色ですね、ただの色を作っただけなんで、これはもう無視していただいて大丈夫で、この2つですね、使ってるのは。この下のやつは手前側の僕ですね。で、この上のやつは奥の僕ですね。で、分身させる方のフッテージを選択して、不透明度、このね、エフェクトコントロールの不透明度っていうところの、この丸とか四角とか、あとペンですね。このペンを選択して、必要な部分をくり抜いていくというか、切っていく作業になりますね。そうすると、点をね、最初の点にこう戻ってくると、勝手に切られますんで、そうするとこんな感じに、まあ、分身が大方完了して、あとは全部再生して、あ、ここがちょっとめり込んじゃってるなっていうのを確認したら、じゃあここのポイントを増やして、ちょっとこうずらしてあげるというか、とにかく重ならないということを注意していただけるといいかなと。なのでね、でも何回か再生してちょっとおかしいとこないかなって見る感じです。アフターエフェクツを使うとね、結構もっと、ね、こんなことができるようになったりとかするんですね。もうゴリゴリに重なってても、もう力技で重ねてしまうという。プレミアだとね、なかなかそこまでやるのは結構手こずるというか、技術的に不可能ではないんですが、かなりめんどくさいと。こういうのはアフターエフェクツで処理するのがより効率的かなというふうに思います。はい、というわけでここまでご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで、また次回の動画もよろしくお願いします。Yeah.